どうだ、今日からこれだぜ。よいしょよいしょ。行くぜー、レッツゴー、このチャリンコの名前はレッツゴーです。レッツゴーに乗って今日も行きます。この三輪車の名前はレッツゴーです。レッツゴー全開です。俺のレッツゴーはねダブルキックマシンでございます。自然に優しいです。自然に優しいんですよ。排気ガス巻きながら選挙活動できないな。私の政治活動は、政治信条は、自然です、愛です。そこにあるお店ももう潰れちゃってないんですよ。美容室ですよ。美容室のカット料金もう何年上がってないんですか。それでこんなにね若い子たちがね美容室オーナーになっても潰れちゃうんですよすぐ。そりゃそうですよ、厳しいんだから。家賃は高い、借金は払わなきゃいけない、でもカット料金は安い。絶対無理なんですよ。若い子たちがこうやってね借金しようってのすぐ潰れちゃう。そういう社会じゃダメなんですよ。10年も20年も夢持った子たちがお店出したらやってくるようなそんな社会にしていかないと絶対にダメなんです。ここなんですけど、この間美容室やったばっかりですよ。もう開いてますよ。もう潰れちゃってるんですよ。若い子がオーナーになってもやっていけないです。こんな社会変えていかなきゃダメなんです絶対に。これじゃ夢持てないんですよ。若い人が、夢を持てる社会づくりをしていかなきゃダメです。それにはもう山本太郎さんしかいないです。山本太郎さん、あれしょうがないなこれ。これ行けっつって、これ、あ、なんだよ。よいしょ。おはようございます。山本太郎、よろしくお願いします。DJ ラクチン、イエイイエイ。
おはようございます。おはようございます。山本太郎、よろしくお願いします。東京都から買いましょう。日本のモデルケースになります。ご苦労様です。ご苦労さんです。東京のお友達いたら山本太郎よろしくお願いします。新平さん、おはようございます。ご苦労さんです。山本太郎よろしくお願いします。変えましょう日本を。おはようございます。どうも山本太郎都知事、お友達に言ってください。日本のモデルケース、まずお金配ります。1人10万都民で、経営者には100万すぐ配ります。2枚金です。これ日本でもできるんですよ。日本は円建てです。どこにも借金ありません。お金すればいいだけなんですよ。おはようございます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 。山本太郎よろしくお願いします。おはようございます。良い一日をお過ごしください。おはようございます。はい、おはようございます。はい、引き返した。さよなら。おはようございます。おはようございます。おはようございます。先輩山本太郎よろしくお願いします。山本太郎よろしくお願いします。お友達いたらよろしくお願いします。東京都から変えましょう。おはようございます。東京都が日本のモデルケースになります。おはようございます。東京都でまずお金配ります。この国はお金配ることができるんです。この国